演武開演。どうも。私のブレブレなる日常演武さんですよね。はい。というわけで本日はこちら。怒涛の商品の裏の商品3種類を戦いたいと思います。しっかり入ってお肉も見えて美味しそうですね。これも。でも、上がまず50度のビールを守りっていうのはどちらからいただきます。塩気と濃厚ソースがパンとよく合う。お肉の食感、野菜の食感もバッチ。最初に食べたお肉の味はこのように塩気がさっぱりしたパンだから、もし野菜の中にさらっと効いてきてとてもおいしかった。2つ目はちょっと豚やチーズだったら何がしてるのか分からなかったと思いました。ただマヨネーズは美味しかったですね。そして最後のテリヤキさんチキンとかテリヤキチキンのショッパさとバラサラダのまろやかな風味を口の中に立ってもらって、看板の親子丼のようなそんな味がしてとてもしゃべって、中に入っている盆栽の和風の味付けでとってもよく当てました。というわけで皆さんの感触を一番フェイスブックだけないこの風味を色々食べないといいですね。お肉も大きかったらもっとよかったな。いや、よくなりきっとです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしてよろしいですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。